始めます。じゃあ最後行きたいと思います。じゃあ次ですね。苦境涅槃。菩提薩多はですね、悟りを求める菩薩は、涅槃を、極める。それはですね、三世諸仏。これ菩薩はまたですね、諸仏、仏になることができるんですね。で、この、まず三世諸仏がありますが、これ三世はね、過去と現在と未来の仏。仏教ではね、諸仏方はね、昔も仏様はいたし、今もいるし、これからもね、生まれる仏になる方もたくさんいると。皆さんは今ね、仏性がありますから。やがて皆さん、未来は仏になれるんですよ。またそういうふうにね、菩提薩多として、菩提心を起こしてね、これからも文法求道に励んでいただきたい。あらゆる仏、ね、三世とはあらゆる仏方はですね、どうして仏になったかと言いますと、それは、ね、三世諸仏、A、ハンニャハラミッタコ、ね、ハンニャハラミッタによるがゆえに、つまり、六波羅蜜の実践、最初話しました、ね、不正自戒、忍辱、精進、禅定、智恵の六波羅蜜を実践したことによって、ね、徳、阿徳、多羅、三脈、三宝台という仏閣を売ることができたんだというんですね。次にですね、阿徳、多羅、三脈、三宝台ってありますよね。これはね、サンスクリット語、インドの言葉をそのままね、あの漢字で無理やりね、当てはめてるんです。ただこれね、アとかね、多いとかね、さんとかいう意味じゃないんですわ。これ無理やり漢字で当てはめてますからね、これ漢字の意味を調べても分かりません。サンスクリットやね。サンスクリット、インドの言葉を無理やりに当てはめてるんですね。これ簡単に言ったらね、仏閣なんです。ね、無常の悟りをね、こういう言い方でインドでは説かれている。これをあえてね、なぜ、インドの言葉のまま使ったかと言ったらね、やっぱり意味があるんです。これで、ね、簡単にね、仏と言ってしまったらね、意味がね、小さくなるんです。実は仏と言ったらね、意味が、ね、いっぱいあるんです。あの、教行信証でもね、もう二十いくつですかね、もっとありましたかね。いろんな意味で仏の悟りはね、あの、表せるんですね。だからそれを、意味だけ捉えていってしまったらね、意味があまりにもね、狭まってしまうので、それを恐れてね、あえて訳さないというふうになっているんですね。だからあえてね、訳されてない言葉はね、意味が深いことを知ってください。例えば般若でもね、一応知恵なんだけどもね、これ簡単に訳したらね、意味がもう狭まってしまうので、あのパラミツもね、あのこれハラミッタでもね、これ本当は道でいいんだっけ、道でね、渡るでいいんですよね、悲願に渡る。私はこっちがいいと思うんだけどね。でもこうやったらね、意味がもうね、渡るだけになってしまって、もっと深い意味がいっぱいあるのにね、それが表せなくなるので、あえてパラミツという言い方をするんですね。般若波羅蜜も阿徳多羅三脈三宝台も意味がものすごいたくさんの意味がありますから、あえてこういう言葉を残すからね、ますます仏教がわからなくなるという、そういう、欠点もございます。まあだから仏教は本当に深いですし、あの素晴らしい教えです。いろんな視点からこれね、話ができます。まあ今日の話でもね、あのこれは一つの視点から喋ってますから、ね、これいろんな話でもね、いっぱい話できますから、何回でも毎回違った話もできるぐらいのね、内容がここにね、収まってますから、今日はそのほんのね、一つのね、視点から話したにすぎませんから、これが絶対ではございませんからね、相手に応じたいろんな話ができます。まあ大体大般若経600巻をね、わずか72文字にまとめたんですからね、当然そうなりますよね。まずは皆さん、今日はね、大まかな意味で結構ですからね、深い深い仏教の内容があり、あなたにね、幸せの道ね、本当の幸福になれる道が、ね、ここに説かれていることを今日は知っていただければいいと思いますね。で、全ての諸仏方はどうして仏になったのか、皆さんもね、仏を目指していただきたい。仏になるにはね、全ての仏は般若波羅蜜多、六度満行、六波羅蜜を実践することによりてね、それが理由でね、これを般若波羅蜜多を実践することによって、阿徳多羅三脈三菩提という仏の悟りを得ることができた。だから私たちもね、六波羅蜜、
六度満行の実践をね、日夜意識してですね、不正、ね、自戒、ニンニク、精進、禅定知恵を実践していくと。これが幸せの道なんです。ね、そしてこの後、ゆえに、ハンニャハラミッタを知るがゆえに、ね、で、このハンニャハラミッタを知るがゆえに、ね、次にね、ちょっと、あれという言葉がいくつか出てきますね。最後はね、真言、マントラというものが実は出てくるんですね。このハニャラビッタを知るがゆえに、ね、これを大人衆、これを大名衆、これを無常衆、これを無等道衆とおっしゃってね、マントラが出てきます。ね、コーチーハニャハラビッタ、ゼー大人衆、ゼー大名衆、ゼー無常衆、ゼー無等道衆、ね。これによって、能女一切苦、欲一切の苦しみが除かれ、真実であり、これが真実であり、嘘がないがゆえにと、こうおっしゃるんですね。これ何かといったらですね、マントラ、まあ、真言という。マントラは念仏やろ。それでもいいです。念仏やろ。浄土志士から言ったら念仏なんです。意味はですね、真言といってね、この深い意味があるものをね、このギューッと凝縮したような感じなんですね。もう深い悟りというか、深い功徳のあるね、内容を、この例えば、ね、南無阿弥陀仏に功徳を凝縮するような感じでね、このマントラといったらですね、誠の言葉と書いて、これをこの主はね、マントラ真言と言います。真言宗も結構ね、これを大事にしますよね。空海さんなんかはこれをものすごい大事にしたんです。で、まあ浄土真宗の方ならば、真言密教、真言密教なんかはこれ大事にしますよね。で、これは皆さんならば南無阿弥陀仏に理解してもいいかもしれません、ね、あれ単なる字じゃないですからね。仏教では、ね、深い御心をね、簡単な言葉で凝縮するんです。例えば南無阿弥陀仏ではね、あれいろんな解釈できますよね。蓮如上人は一切の諸行というもただ南無阿弥陀仏と六に収まるとおっしゃってますね。ボダレ一切経をね、浄土真宗ではね、南無阿弥陀仏に収めたんですわ。これ般若経ではね、言葉が違うだけでね、膨大な般若経を般若波羅蜜多というね、これもマントラかもしれませんね。これをね、大真宗、大人宗、大名宗、無常宗、無等道宗とね、マントラね、この般若心経、このマントラに功徳を全部収めてね、これをね、唱えたら一切の苦が除かれるというふうに読めるんですわ。まあこれはね、私はまだ断定できませんけどね、実はこの現状三蔵がね、まあ、これ嘘か誠か分かりませんがね、話が残ってるんですね。現状三蔵はね、有識の湯和論という本をね、インドに行って読みたかったんですね。仏教の根本論書、有識の根本論書にね、湯和論という本があるんです。100巻ございます。それをね、読みたくてインドに行って、それをね、見つけて持ち帰るんですけど、その途中にね、今でも大変ですけどね、ものすごい観難深刻だったんですね。もうたくさんの人が亡くなったとか、このね、歩いてね、インドまで行くんです。その時にね、この般若心経をね、持っとったそうですね。これを唱えることによってね、いろんな困難が乗り越えられたと言われるんです。そういう伝説があるんですね。で、こういうのは結構世界にもあるんですわ。これをね、唱えることによって苦しみが乗り越えられると。まあちょっと悪く言えばね、なんか迷信な感じがしますけどね、これをずっと唱えとったら苦しみが消える、悪魔が消えるとかね、南無阿弥陀仏を唱えとったら幸せになれるとかいうのもありますよね。ずっと南無阿弥陀仏を唱えとったらなんか悪魔が消えるようなね、なんか苦しみがなくなるような感じがする。それとちょっと似てます。これをね、このマントラは誠の言葉だから、これを唱えることによって一切の苦しみが除かれると。これをそのまま受け取って、これをみんな丸暗記したり、あるいはどっかにね、書き込んだりしてね、このなんか時計とかなんかにね、体に書く人もいますけどね、それを書き込むことによって、これにはすごい功徳があると、これで幸せになろうというね、まあ手っ取り早くね、幸福になる方法が、これには
書かれているように読めるんです。まあ、それもね、あるかもわかりません。ね、でも、批判的な人はそんなことはないだろうと思う人もいますよね。で、仏教から言ったら本当のまず初期仏教ではね、それはこれは実はなかったんです。初期仏教ではお釈迦様のね、実際説いた教えではね、これは当時のね、ヒンズー教なんかはあったんですけどね、お釈迦様は本来はマントラはね取れなかったんです。でもね、大乗仏教ではこれがね、まあ方便としてかもしれませんけど、当時のねヒンズー教を利用してね、この方便としてこの信号をね使った可能性があります。方便として、だから私はね、意味が分かればいいと思うんですよね。功徳あると、例えば南無阿弥陀仏でもね、意味が分かればね、素晴らしい功徳あると思います。ただ意味も分からず読んでもね、あんまり功徳実感できないと思うんです。これ本当に分かったらね、功徳私はあると思いますよ、ね、南無阿弥陀仏でもね、本当にいかに南無が素晴らしいか、阿弥陀仏の時は素晴らしいか分かればね、南無阿弥陀仏功徳あると思いますね。一応仏教ではね、結論から言いますと、これの結論を申し上げますとね、もちろんこれに功徳があるという言い方もありますけども、私はね、理解することによって功徳があると思ってます。仏教ではね、正下と言いましてね、やはりね、悟る前に仏教ではね、正下という言い方がありますね。仏法をね、あるいは真下、ね、信じ、理解する、勝る理解と書いて正下、この正下の後に悟りがあるんです。私はこれが大事だと思いますね。優れた理解、ねね、仏言広大正下者とありますね。正下、正下、あるいは真下、信じ、勝ると書いてね、正下。このね、心を正しく理解する。そうすればね、悟り開かなくてもね、苦しみが抜けますから。だからね、道理をしっかり聞く。この般若心経の心を正しくね、説法によって聞かせていただいたらね、今の皆さんの苦しみね、軽義がなくなります、ね。悟り開けなくてもね、仏法を正しく理解できたならば、あなたの頃の軽義、ね、引っかかり、妨げが、煩悩がね、弱くなります。執着が、ね、消えていきます。恐怖がなくなってきます。悟り開けなくてもね。ただ、この世は少なくともね、悟り開けなくても幸せになれます。そして、死んだ後も幸せになれる。それを何回も繰り返してね、生まれ変わって人間界で幸せになって、また生まれ変わって幸せになって、そこでね、だんだんとね、よし、下脱を求めようと。悟りを真剣に求めようとして、求めて、そして悟り開く人もいっぱいいると思いますね。それでもいいと思います。初めからね、このね、出家してね、一切を捨てて、悟りを求める。こんな人はめったにいませんしね、ほとんどいません。だからいいんです、それでも。まずは、今の苦しみを解決したい。まずこの世をね、一応なんとか幸せに送って、また次の章をまた人間に生まれて仏法を聴聞して、これを何回も繰り返してね、そしてもう本当に人生は虚しいと、ね、下脱したいと思って悟りを求めて、悟り開くのもいいと思うんですね。みんな仏縁が違います、祝殿が違いますからね。だからね、差があってもいいと思うんですわ。でもね、少なくとも皆さんはね、次の章、地獄にだけは落ちないようにね、やっぱりね、三幕堂は落ちてほしくないんです。やっぱり嫌でしょ、ゴキブリとかハート、ハエとかカーとかに生まれたらね、もう簡単に殺されたら悲しいですよね。何のためにね、牛に生まれてきたんでしょうかね。やっぱり、畜生に生まれずに、また次の生もね、人間に生まれてほしいんです。誤解を保って、仏法をしっかり聞いていけばね、仏法僧を大切にし、不正をするか、不正を身につけるか、もしくは戒を身につけたらね、次の章は大丈夫なんです。だからこの心をね、正しく理解することに力を入れた方がいいと思います。まあ、奥の手はね、これを丸暗記してね、これをずっと唱えたら、もうそういうね、ここに書いてますけどね、農場一切空でね、本当にそういう苦しみを抜ける人もいるかはわかりません。これは人によりけりですけどね。一応ここにはね、この、最後はね、マントラが解いてあるんですわ。一応もう一人解釈しますよ。ね、ゆえに、般若波羅蜜多を知る。ね、これ、般若波羅蜜多をね、知恵の逃避眼、知恵、そして知恵の完成、ね、仏法の教えをね、知ることができたならば、これを、ね、
大神経、これだからこれは腹びった、この般若心経そのものかも分かりません、ね、この般若心経そのものをこれと言われてるか知りませんよね。これを大神、大神宗、大きな悟りの真言、この主はね、口2つでこのこれで真言マントラの意味です。この主はね、真言マントラ、マントラとはね、この言葉の中にこの不思議なパワーみたいなものね、不思議なパワーね、言葉の中にね、ものすごいパワーがあることを昔からマントラとかね、真言というんですね。空海もその一頭、うん、空海もね、あのこれはやっぱりおっしゃってますからね、ひょっとしたら過去世で悟ってるからね、そういうことかもしれません。その一頭やな、空海も、うん、あ、空海は真言密教を開いてたんですよね。もちろん真言宗も私も勉強しますよね、素晴らしいです。もちろん浄土真宗も素晴らしいし、禅宗も素晴らしいしね、やっぱり宗派はね、みんな私は結構素晴らしいと思います。もし皆さんがね、初めからね、真言密教入ったらね、まことだと思うと思いますよ。私たちは浄土真宗からね、真宗がまことと思いました。あるいはね、初めから禅宗入ってたらね、禅宗はまこととね、感じると思います。どれもね、すごい教えですから、一応仏教だからね、だ仏教だからね、すごいに決まってるんですわ、ね、浄土真宗も浄土宗もね、真言密教も天台宗もね、どれもね、高度なね、素晴らしい哲学がありね、科学があり、またね、深い深い苦しみを抜くね、内容が書いてますから、だから私は宗派にとらわれません。ただ一番浄土真宗に詳しいし、聞いてる方はほとんど浄土真宗出身なんでね、やっぱりこれでもね、今日はまあ浄土真宗のあの目線、あるいは有識の視線から私話してますけどね、もしここにね、あの真言宗からご覧いたらね、真言宗に合った話を私ね、多分すると思います。皆さんが聞いてる人によって内容が大きくね、あの視点を変えて話す可能性はあります、ね、だからいろんな視点がね、仏教にあるんです。まあ一応文字通り理解するならばね、故に般若波羅蜜多を知る、ね、知ることがね、知るが故にね、これを大神宗、大きな悟りの真言だと、これを大きな知恵のね、悟り、知恵の真言、これ目はこれ知恵、悟りね、こっちは字はこれ神だけど、これすごいという意味で、偉人という意味で、ものすごいね、大きなものすごい真言であり、大きな知恵の悟りの真言であり、この上のない真言であり、ね、等しきものなき平等の真言であり、全部同じ意味です、ね、いかにね、この般若心経がすごいか、ね、いかにこの仏法がすごいか、般若波羅蜜多がいかに素晴らしいかをね、三段褒めたたえた言葉が、これを大神宗、大きな偉人のある真言マントラであり、これをまた大きな知恵のある悟りのマントラであり、これをまたこの上ないマントラ真言であり、これをね、等しきものなき、これ以上のマントラはございません、これ以上の素晴らしいね、マントラはないから、無等同種、ね、もう言葉を極めてね、これ以上ないないないと書いてあるんですね。でも浄土真宗でもね、南無阿弥陀仏はね、こんな言い方でいっぱいおっしゃってるんですよ、ね、言葉が違うだけかもしれません。要はこの中身が勝負ですよね。悟った人はこの言えるかもしれませんよね。この悟りはものすごい素晴らしいからね、この悟りはね、言葉で表現できないんです。その素晴らしい悟りをね、無理やり表現したのがこのね、あのマントラかもしれませんね。あのちょうどあのね、有名なあの四月の例えがあるんですけどね、私実は四月の社員なんですけどね、社員私しかいませんけど、ね、そういう四月のね、例えがあの第一度のこの般若、大般若経の解説書をね、龍二がね、第一度論にね、本で解説されてるんです。全部で100巻ございます。そこにね、四月の例えがあるんですね。四月とはね、ということで言いますと月がありますよね。で月にね、禅師がね、指を指してね、示してるんです。皆さんは惑者、惑った人がこう言います。惑者、惑った人にね、月をね、指してね、これを見なさいとね、言ってるのにね、あなたはね、指を見とんだよ。そうですよ、
これが四月の例えね。指を見てね、月を見ないんです。これが我々の迷いね。言葉にとらわれて月を見ない。この指し示す、このね、指がね、これがこの言葉なんです。ね、言葉、あるいは説法とか YouTube、このね、お経も全部ね、この指に当たるんですね。この説く人はね、あなたに惑っている人にね、はい、この月を見てください。これはあなたがね、月を見たら悟りなんです。でも、ね、私たちはね、月を見ずにね、指ばっかり見てね、これ囚われてるんです。これを打ち払うために、ムームームーとおっしゃったんです。般若心経は全部ね、ムーなんです。四正体十二念、全部正しいですよ、ね。頭だけでしょとおっしゃるんですね。心を知りなさいと。言葉じゃなくて、本当の真実は言葉を離れた真実。ここに到達させるためにお経を説くんです。だから仏教はね、エゴン信如から、ね、離言信如へと導くのが仏教なんですね。こういうふうに仏教で言うんですね。エゴン信如。言葉による信如。これが今、現代の状況ね。真実は、エゴン信如から離言信如へと、こう導くんです。こういう教えが仏教に、大乗起信論にあるんですけどね。意味はですね、真実、真如とはこれ真実。ね、悟り、真実は、ね、皆さんには、悟ってない方にはね、言葉による真如。これ言葉ですね。説法も言葉ですね。一切経も教行証もみんな言葉です、ね。この YouTube、このビデオも言葉ですね。で、それを指とおっしゃるんですね。エゴン信如。これが方便です。救われるまでは、エゴン信如なんです。それが救われたらね、離言信如へと変わるんです。本当の信如は、言葉を離れた世界。これが言語道断の涅槃なんです。ね、この、皆さん、これを見たらね、離言信如なんです。でも、ここまで行くには絶対ね、エゴンを 100% 通らずして、ね、初めから離言は無理なんですね。とにかく、まずはエゴンで説法をしっかり聞いていく。まずは、四正体、十二因縁、ね、そういう、で、言葉でまずは説法をしますね。で、それを理解させた後、ここからここまで導くために、ムー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 と、クー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 と説いたんです。指を見て月を見ない。これがあなたが救われない原因だからね、言葉にとらわれずに心を知ってほしい。だから実践を通して、しっかり聴聞して、教えを深く理解して、指を見ずに月を見てくださいというのが有名な四月の例えなんです。ね、今は、真理をね、言葉でお釈迦様は説法された。私も、ね、如来の代官として今説法に頑張ってますね。今もね、言葉で真実を説いてますけどね。その目的はね、この四月、この皆さんにこの指を見てもらうために、本当の真如は言葉を離れたのが本当の真如ね。だから、ここを見るまではね、この指を見るところと何回もね、違う違う違うと。指じゃないよ、こっち見てください。いや、これ指だと。こうね、何回言うてもね、指しか見ないんです。でもいいんです。そこからやがてはね、これは言葉は相対でありね、言葉はあることを表そうとしていろんな視点から言葉で説いてるんだって、その心をね知るために皆さんもねいろんな視点から聴聞してもらいたい。心が汲み取れるまでね頑張ってね、実践、教えを聞き、教えを周囲を持って、そして修行を実践していくと、聞思修、聞いて思って修。仏教ではね、知恵の道は3つあってね、聞、まずは聞く、聞し、聞いた後考える、そして修。これ3つがね、これが知恵を得る方法なんです。聞、え、知恵、修へといってね、これ3つが知恵を得る方法、ね、こういう方もございますね。知らずじゃ聞しして治療することなかれ。このためにね、皆さん今、エゴン信如で、今日も説法を聞いているのはね、聞師のためですよね。
で聞いたことを六度満行六波羅蜜で皆さんは日常生活で実践していかれたら、だん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 ね心も清らかになって、だん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 苦しみも減って、軽下がなく恐怖もなく、そしてやがてこの御心が分かるようになる。そこまでね何回も何回も聞いてほしい、ね、エゴン神女から離合神女へと導く、これがお釈迦様の教えなんですね。でそれをね、このマントラで、ね、もう膨大な教えをね、もう無理やりこのね般若心経にギューッと収めて、この般若心経そのものがマントラかもしれませんし、あるいは最後のね文章がマントラかもしれません。ここはいろいろ解釈できます。これそのものが般若心経そのものが大人宗、ね、大名宗、無常宗、無等道宗かもしれませんし、本当の最後のねギャーティーギャーティーハーラーギャーティーハラソーギャーティーボディーソワカ、これが、まあ、本当のねマントラかもしれません。最後見ていきますね。でこのマントラ、これ般若波羅蜜がね、マントラであるという、ね、説明した後、このマントラによって仏法の教え、知恵の塊ね般若波羅蜜、これによって一切のあなたの苦しみが除かれますよとおっしゃるんですね。これ誠なんですよ。仏法を聞いたらね、ね、私も実感ございますけど、苦しみがほとんどなくなります。現実を受け止めることができたらね、苦しみは除かれます、ね、でこれが真実であり嘘はないがゆえに、ね、これは誠ですよ。あなたの一切の苦しみが除かれる真実誠で、ね、真なるものが事実現実となってあなたの、ね、上に現れます。これは嘘ではございません。誠でありました、誠なるかなやというね叫びだと思いますよね。嘘である、嘘ではないがゆえに、ね、で説般若波羅蜜た、ね、でこの般若知恵のね波羅蜜ね、頭皮眼ね、波羅蜜た子主がこれあの信号ですね、知恵の完成のマントラを解きますとおっしゃってますから、ただこれが最後がまたマントラの言葉でもあるかもしれませんよね。で即説修おつ、すなわち解きますね、マントラの曰く、だからマントラはこの最後の文章がまさにマントラでしょうね。まあ般若心経そのものもマントラとも呼べますが、本当のマントラはこの最後の部分ですね。ね、素晴らしいね、大きな偉人のあるマントラ、大きな悟りのマントラ、この上ないマントラ、等しきものなき平等のマントラとは何かといったら、ギャーティーギャーティーハーラーギャーティーハラソーギャーティーボディーソーワーカードと。これもねサンスクリット語を無理やりね、漢字に当てはめましたんで、この漢字を調べてもね、掲げた帝とかね、船のラとかなんかよくわからなくなるから漢字調べてもね全然僧侶が出てきたりね、なんかわからないことになりますから、これは漢字を見るじゃなくてサンスクリットを無理やりね、漢字に当てはめただけで、この中身が大事なんですね。でこれをね、読み解いていくとこういうふうになるそうですね。どういうふうになるかといったらですね、ギャーティー、これはね行けるもの、あるいは行ける時とかね、行けるものよとね、まあ、骨格といってね、呼んでいる言葉らしい、骨格呼んでいる、ね、行こう行こうさあ行こうと、浄土に行きましょうでもいいですよね。あるいは行けるもの、もう行った人、ね、浄土にたどり着いた人、この般若波羅蜜を実践するとね、この世が極楽浄土になります。悟りを開けますからね、既に浄土に行った人、涅槃に至った人、ギャーティーギャーティー行けるものよ行けるものよと、こう読むそうです ね、 ね、浄土に行けるもの、ねね、行けるもの、行くという感じね、幸せな世界に今ね行ける、ね、幸せな世界に向かって皆さん今ね一緒に向かってますよね。行こう行こうさあ行こうですよね。みんなで行きましょうというのがね、ギャーティーギャーティー腹そうギャーティー、ね、腹腹ね、これ悲願ですかね、悲願に行けるものよ、これギャーティーで、これで行けるものというのそうですね。ギャーティーで行けるものよ、行けるものよ、腹ね、悲願に行けるものよ、ね、で、ハーラーソー、これソーが入ったらなんかね全くとか完全になるそうですね。ハーラーでこれ悲願、悲願に全く完全に行けるものよ、
もう完璧いうかね、完全に仏になりますからね、ハニハレリッタを実践してね、身につけたならばね、悲願に全く行けるものよ、ね、ボージーソーワーカーね、菩提ね、これ悟りですよね、ソーワーカー幸あれね、悟りを幸あれ幸せであれと、ね、まあこういうね、無理やり訳すとこうなるそうですわ。でもこれはもっと深い御心があるとも言われますけどもね、とても言葉では表現できないということで、でも無理やりね、マントラで言うならばね、ギャーティーギャーティー、行けるものよ行けるものよ、ハーラーギャーティー、悲願に行けるものよ、ね、ハーラーソーギャーティー、ね、悲願に全く、ね、完全に行けるものよ、ね、完全に行けるものよ、ね、ボージーソーワーカー、ね、悟りよ幸あれ、みんな悟れますからね、みんな幸せになれる、これが仏教ですからね、このね、まあ、これ響きも結構いいですよね、あの覚えてる人はね、なんか気持ちいいんですわ、ね、これ唱えるだけでもね、苦毒を感じて、現状さんともね、これを丸暗記して、これをね、いつも唱えとって、いろんな苦しみをね、乗り越えたという伝記がありますからね、だから、くだらん人の悪口よりは、絶対こっちがいいですよね、ね、こっちを唱えた方が絶対苦毒はあると思いますね。たら苦毒はあると思います。でももっと大事なのは、私はやっぱりね、正義ね、この意味をね、知ってね、ちゃんと説法を聞く、このね、御心を知る、仏様の御心をね、教えていただく、私はこれがやっぱり一番大事かなと思いますね。初期仏教ではね、本当に教えを正しく理解することだけに焦点絞って、多くの方が夜間を開いてますから一応浄土真宗の方ならば聴聞に極まるで、教えをしっかり理解する、その教えをギュッと凝縮したのが南無阿弥陀仏だからね、ここをもしね、南無阿弥陀仏にいてもね、同じかもしれません、ね、南無阿弥陀仏もね、ダラニとか宗師と言われてね、一応マントラに似てますから、ね、御心はこれ全部知恵の塊でありますから、南無阿弥陀仏もね、知恵と慈悲がもう収まってますからね、そういうね、味わってもいいかなと思いますね。もう一度いきますと、三世諸仏、もう一度消しますけどね、三世諸仏ね、三世諸仏はね、消しましたけどね、最後もう一回復習していますと、三世諸仏は、エーハンニャーハーラーミッターコね、すべての仏はハンニャハラミッタによるがゆえに、いわゆる、ハンニャハラミッタね、知恵の、完成、ね、六波羅蜜を実践することによって、ね、だから私たちもね、仏を目指してますから、私たちも、ね、三世諸仏の中の未来の仏でありますから、ねね、六度満行六波羅蜜を実践する、エーハンニャハラミッタによりて、そして、ね、徳アーノクターラ三脈三膨大、仏の悟りを得る、未来だけでも得るであろうと。だから私たちも仏を目指す、親鸞聖人もね、信心決意をしたら仏になれるとおっしゃったのはね、ここは同じなんですよね、信心決意して仏になりましょうと、徳阿弥陀羅ら三脈三膨大、ゆえに知る、ね、般若波羅蜜多を知る、つまり知恵を知る、ね、知恵の完成を知る、仏教そのものをですね、正しく理解する、ね、知恵を身につけるまで仏法を聞いていく、そうすることによって、これがね、大人衆、大きなすごいものすごい、真言マントラであり、これを大きな悟りのマントラで、妙とはこれは悟りですね、明るい知恵、大きな知恵のマントラ、悟り真言であり、これをこの上ないマントラ真言であり、これを等しきものなき平等の、ね、マントラであると、これ全部で同じ意味なんですね。とにかく三段、いろんな言葉でこのマントラ信号をね、絶賛するんですね。で、この般若波羅蜜多によって我々はこの般若心経の教え、大般若経600巻の教えを皆さんが理解できたならばですね、その能助、あなたの一切の苦しみが解決ができる、一切の苦しみを除く働きがこのマントラであると、般若心経である、
このお釈迦様の教えにそのあなたの苦しみを除く力があるんですよと。でこれは真実であり嘘はない。真なるものがあなたの現実となって現れてくる誠でありますよとおっしゃった。真実でありまた嘘ではないがゆえに解きましょう、ね、般若波羅蜜多を解きましょう、ね、知恵の完成、知恵が知恵によって悲願に至ることのできる般若波羅蜜多を解きましょう、うん、般若波羅蜜多とはすなわち、この般若波羅蜜多とはすなわち、ね、解く主を解くね。主はこれ真言マントラを、わずはこれ言う、ね、すなわち解いて言う、同じですね。マントラを解いて言う、信号を解いて言う。ただ本当のマントラはここだと思いますね。ただ最後のマントラ信号はギャーティーギャーティーギャーティーとは行けるものよ行けるものよ、幸せな浄土にね、悟りの世界に行けるものよ行けるものよ、ね、あなた行けますよ、ね、行けるように頑張りましょうね。まだ行ってなくても ね一緒にね、行こう行こうさあ行こうハラギャーティ、ハラはこれ悲願らしいですからね、悲願に行けるものよ、必ずね志願から悲願に渡りますよね。渡るたびに六度満行がありますから、今は志願ですけどね、六波羅蜜を実践するとね、この世から悲願に渡れますから、悲願に行ける身になりましょう。ハラギャーティ、悲願に行けるものよ、何回も言いましょうね。ね、ギャーティギャーティハラギャーティ、これ同じ言葉を繰り返します。次ハラソーギャーティ、ね、ハラは悲願、ソーの一字でね全くとか完全に、ね、もう完全にね行けるものになりましょうよ、ね、なれますからというね励ましの言葉でございますね。そしてボージーソーワーカ、悟りを、みんな悟りが得られますから、みんな悟りの種がねございますからね、悟りをソワーカ、幸あれとね、こういうふうにね、おっしゃるんですね。じゃあ最後、ね、ちょっと有識から最後ですね、ちょっとお話したいのはですね、どうして悟りが開けるかを最後ちょっとね、有識の立場からお話ししますね。有識ではね、こんな言い方するんです。荒屋敷にね、皆さんはね、なんと荒屋敷にね、室野修司が実はね、ついてると教えるんですね。まあ、仮にね、荒屋敷をね、この丸といたしますね。これ皆さん、これ荒屋敷ね。ここにたくさんのね、豪修司が収まっています。で、これにはね、室野といってね、純粋なものがあまりないそうですわ。でもね、仏種はね、このね、外側にね、F、現状三図はね、F とおっしゃってね、F、ひっついてる F、これね、これが室野修司なんです。室とはね、仏だね、室、純粋なね、室野修司がね、皆さんにあるんです、ひっついてるんですね、修司、これが、ね、室野修司なんです。で、これ中にはないんですわ、あれしかないそうですわ。でもね、ひっついてるんです。で、これをね、育てていくのが仏教なんですね。で、これを育てる方がね、2つあるんです。一つはね、声聞訓住なんです。声聞訓住、声聞訓住ね、一つは声聞訓住、もう一つは、無分別地を起こすということでね、今日の般若波羅蜜多なんですけどね、一応この仏種を成長させる一つ目の方法は、皆さんが教えを正しく聞く声聞訓、はこれね、燻製の訓を書いてね、荒屋敷はね、衣に例えるんですね。で、修士はね、香りに例えるんです。これ、声聞訓住と言いますね。皆さんがね、教えをね、正しく聞くと、荒屋敷にね、香りが、ね、香りがね、つくんです。で、聴聞によってね、このね、小さかった室の周囲がね、だんだん大きくなっていくんです。多分これがね、一定の量ね、大きくなった時が多分ね、悟りだと思います。ただ、だんだん皆さんでもね、ちょっとずつね、
無慈悲だった私がね、人に優しくできたりね、物事が正しく見えたりね、なんかね、執着できなくなったり、行かれなくなったり、だんだん変わってくるのはね、多分これがね、成長してるんだと思います。皆さんしっかり聴聞してた人はね、これが成長していくんです。あともう一つね、あの無分別心といってね、消しますけどね、分別、今は分別心じゃないけどね、だんだんね、無分別心という知恵がね、育っていくんです。なりきるということでね、私が誰々に何々を、この3つを忘れていく、空を実践、空じるというかね、空じる、空の実践ね、空の実践によってね、あなたの心にね、同じですけどね、分別しない知恵が、分別しない知恵があなたの心にね、育っていくんです。これを無分別知と言いますね。今は皆さんこれ識なんです。あらや識の識ね、意識の識、これはこれをこれは分別心で、分別心、この知は無分別知なんです。こっちは迷い、こっちは悟り、だんだんね、この識が減って知が大きくなっていくんです。だからね、般若波羅蜜多を実践すれば、ね、正しく文法することと、ね、純粋な善、ね、見返りを期待しない善、なかなかできないけどね、本当にね、どうぞと、ね、お礼いりません、お礼なくてもね、喜んでできる、なかなかできませんけどもね、でもね、六度満行、不正、自戒、忍肉、精進、禅定をやっていくとね、だんだんこの無分別知が皆さんの時に育って、これがある程度大きくなった時が悟りなんです。この2つね、自利ならば正門訓住、利他ならば無分別知を空じで、あ、起こして、これを起こしていくね、言葉がやったら空じる、ね、ええー、般若波羅蜜多ね、般若の波羅蜜多ね、知恵の実践ね、知恵の完成、六波羅蜜を実践することによって、この無量の修行、仏なりがどん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 育っていくと、自分にはなかった心だけでも、これが皆さんひっついてますから、これをしっかりね、文法によってこれがだんだん関節原因で大きくなって、でこれが一定量大きくなった時は多分悟りですから、ね、だから私たちもね、もともとなかったけどもね、これがひっついてますから、 F 荒屋敷に室の修士が F されてますから、必ず仏になれる方法は聴聞、ね、聴聞訓住、あと今日の話では、ね、般若波羅蜜多を実践することによって、誰もが徳阿耨多羅三藐三菩提、仏になることができるとおっしゃった、ね、だから有意識の教えと、ね、空の教えは矛盾しません、ね、空の教えを理論的にボームでも分かるように理論体系化した教えが有意識の教えですから、ただぴったりここはね、来ますので。皆さんやるべきことは、ね、一番は、聴聞訓住、ね、正しい教えを正しい先生から聞いて、荒屋敷に訓住させて、この室の仏種を育てていく。そして日常生活では、無分別知が起きるようにね、六波羅蜜の実践。自分のできる精一杯で結構ですからね。ね、不正、自戒、忍肉、精進、禅定、知恵を実践することによって、私もやがて仏にまで、ならせていただける、そこまでね、どんな人もいけますから、そうすれば、ね、現実においても農場一切苦でございますからね、共に皆さんと共にね、この般若心経を縁としてね、共にね、行こう行こうさあ行こう、みんなで一緒にね、幸せの世界に行きましょうと、最後ね、ギャーティーギャーティーハラソーギャーティーボーディーね、ハラソーギャーティーボーディーソーワーカとね、もうこれをね、心地よくね、歌えるようにね、なれればいいなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わらせていただきたいと思います。